はい、今日はこちら、アメーバピグの今やってるイベントを紹介します。セーラームーンクリスタルガチャ登場で、なんと初回無料でガチャができてしまいます。はい、では早速行ってみましょう。はい、こちらがセーラームーンクリスタルの専用のお部屋になります。はい、これね、ここ、セーラームーンのガチャありますね。はい、ラインナップはこんな感じになってます。おう、敵レアは、なんとセーラームーンのセットですね。これが当たるとセーラームーンになれる。で、これはチービームーン、で、マーキュリー。で、他のセーラー戦士たちも全部ありますね。それどころかタキシード仮面までありますね。はい。で、この下の段になると、お部屋の装飾アイテムですね。はい。いろいろありますね。こんな感じになってます。はい。では、ね。早速引いてみましょうか。はい。面積レアアイテム当たるといいんですけどね。はい。なかなかね、こういうのね、無料でね、引くと出てくるアイテムね、あんまり今出てこないんですよね。はい。何かな？ムーンキャッスルの柱かな？はい。ね。やっぱりちょっとね、無料だけあってね、微妙なんでましたね。柱で。柱一本出てどうしたらいいのかなって感じなんですが、まあね、せっかくなんでお部屋に飾りましょうか。はい。はい、では私のお部屋に戻ってきました。で、なんか来てますね。なんだ？あ、これもセーラームのアイテムですね。はい、なんかね、プレゼントいただきました。なんだろう。クリスタルスターコンパクトになってます。はい。では、まあ、さっきね、ガチャで当てた柱を、お部屋に飾ってみましょう。はい。おー、これですね、柱。柱一本、いただきました。せっかくなんでね、置いときましょうか。この辺かな。はい。もう無造作に置いておきます。はい。で、さっきもらったのは何だったんだろうね。この辺にもないですね。ピグはね、普段は遊んでないんです。実はアメーバのブログをやってて、その関係でね、このピグも一緒にね、作ったんですけどね。だから放置してるんで、お部屋とかはなんかもうちっちゃいお部屋に行きます。ね、初心者マークの旗も持てますよ。はい、で、コンパクトね、手に持ちましたね。手持ちアイテムでしたね、今のはね。はい。ね、こんなお部屋になってます。はい、シンプルですよ。ここにはね、なんかいっぱい、なんだ、このタレパンダみたいなのがね、いっぱい置いてあります。はい、これも、この前ちょっとたくさんもらいました、一気にね。はい、では今回は、アメーバピグで、やってます、イベント。セーラームーンクリスタルガチャ、無料で1回引いてみましたっていう動画でした。セーラームーン好きな人で、アメーバピグ持ってる人、やってみては、いかがでしょうか。はい。ね、ね。まあ、経済力があれば、ね、自分もセーラームーンになれちゃうっていう、そんな感じです。はい。私はちょっと課金してないんで、もう柱もらって終わりですが、ね、ここ来るとね、セーラームーンに変身した人とかにね、会えるんでね。まあ、目の保養にはなるかなって感じです。はい。では以上です。ご視聴ありがとうございました。